こんにちは、春風ツアーです。今回は旭川空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は10月です。旭川空港を8時55分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。直行便はございませんので、羽田空港到着後、成田まで移動していただいて、成田空港からのご出発となります。成田を出発いたしますと、カナダのカルガリーまで向かいます。ここで航空機を乗り換えてイエローナイフへ入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は旭川空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。